あ、大丈夫だよ。どうも、釣りバタチャンネルです。今回は視聴者さんの船にご招待いただきまして、横浜ベイブリッジ下でアジ釣りをしたいと思います。実はこの撮影の前日にパシフィコ横浜で開催された釣りフェスティバルに行きまして、それもこちらの視聴者さんにお誘いいただいたんですけども、次の日短時間勝負だけど一緒に釣りに行こうよということで、気合十分に大きいクーラーボックスを持ってきました。今回単純に釣りをするだけではなくて、特に罰ゲームとかはないんですけど、どっちが多く釣れるのかちょっと競い合おうかなと思ってます。ちょっと大人げない釣りバタが出てくるかもしれないんですけど、アジの数釣りをしようと脳内シミュレーションをしながら現場に向かっております。こちらが横浜港、あれがランドマークタワーですね。でここが、いつもアジ釣りやカサゴだったりメバルも釣れるんですけども、お魚パラダイスのポイントでございます。でこちらの視聴者さんなんですけども、うん、壁に寄せる操船技術がとても長けていまして、通称壁寄せの肝と、言われています。これからアジ釣り始めるんですけども、釣りバタ的にはアジ釣りの磯目っていうのはなるべくこう短く切っちゃうんですよね。いくつか多分方法があると思っていて、長い方がいいとか極限まで短い方がいいみたいな考え方の方もいらっしゃると思うんですけど、こういう壁際でクロダイも一緒に狙いたいっていう方は長い方がいいんじゃないかなっていうふうに釣りバタは思います。アジはクロダイより全然小さい魚なので、長いよりかは短い方がアジの食いはいいと。結局どっちがいいんでしょうね。釣りバタはアジの数釣りを今回するということで、磯目ウルトラショート仕様にしてます。あとは場所によるかもしれないんですけども、赤タンが良かったりとか、磯目が良かったりとか、オキアミが良かったりとか、様々な付け餌持ってると有利かなというふうに思います。釣りバタは結構赤タンも使うこと多いかな。あとポイント選びなんですけども、東京湾の場合は比較的浅い水深で釣れます。だいたい夏場とかだと12-13メーターから20メーターで、冬場でも20メーターから30メーターぐらいで、割とこう浅く広く結構魚影も濃くいることが多いです。去年の2月にレースクイーンのユッキーさんという方から連絡いただいて、ユッキーさんとお父さんと相模湾長江に行かせてもらったんですけども、その時アジ釣りしたんですが、水深80メーターとか100メーターとかでやられてましたね。ケーサも網コマスを使っていて、東京湾とは全然違う釣り方だったので、わー全然違うんだなっていう風に感じました。でユッキーさんのお父さんからも相模湾全然釣れねえよみたいなこと言ってて、で逆に東京湾に来てもらったこともあるんですけども、その時は浅くていいなみたいなことをおっしゃってましたね。東京湾と相模湾でも全然これだけ釣り方が違うので、もし地方の方でうちではこうやってるぜみたいな方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄で教えていただけると助かります。お、来た、なんか来た。そんなこんなで第1匹目がかかりましたここでやり始めて5分ぐらいなんですけども、やっぱり魚影が濃いせいか速攻できますね。1匹釣れ始めたら船の下に溜まり始めてると思うので、すかさずイワシミンチだったり網コマスをこうばらまいて、なるべくその船下に定着させるように巻き餌を巻いた方がいいと思います。なのでここからはもう手返し勝負になってくるんですよね。もうすかさず巻き餌を巻いて定着させないといけないので、テキパキもう量のごとくやっていきたいと思います。壁寄せのキモさんもキモさんジュニアも釣れ始めましたね。今下にすごい溜まっていると思うので、もう早く次を入れたいところです。プレジャーボート釣りの難しいところで言うと、乗船人数が少ないので、やっぱり巻き餌の量っていうのが遊漁船と比べて少なくなっちゃうんですよね。これどこにあったので、プレジャーボートでアジ釣りをする場合はなるべくポジションをこう流れないように操船しつつ、なるべく巻き餌を巻いて定着させるっていうのが肝になってきますね。ちなみにこの日は大潮で11時半から揚げ潮に転じるんですけども、ちょうど出船したのが11時半なので
今この時間はおそらく12時前ぐらいだと思います。風は今の時点で4メーターぐらいですね。横浜港なんて全然風は吹かないですね。今左から出てきたのが壁寄せのキモさんご愛用のボートフックでございます。こちらを自在に操って壁にぶつからないように操船してくれます。とてもありがたいです。釣りバタはビビリなのでこんな壁に寄せてると本当ドキドキして釣りどころじゃないんですけど、壁寄せの魔術師こと壁寄せのキモさんはいつも冷静ですね。あの船は多分リザーブドクルーズだと思うんですけど、横浜で釣りをしているといろんな船を見られますね。他にも夜景を見ながらディナーが食べられるロイヤルウィングやマリンルージュ、あと夜景クルーズができるアディームさんなどがありますね。釣りバタも夜景クルーズしてみたいなと思いつつ、今年の横浜の花火大会は船から見たいなって思ってます。そういえば棚の話してなかったんですけど、釣りバタは下から2メーター巻いてそこでコマセ振って、1メーターハリス巻き上げてって感じでやってますね。毎回2メーターとは限らないんですけども、下げたり上げてみたりっていうところは状況に合わせてやった方がいいと思います。昨年会社の人たちと荒川屋さんにお邪魔したんですけども、その時は下から50センチとか結構低めでやってたりしてましたね。あとハリスも今使ってるのは2メーターのやつなんですけども、荒川屋さんだったらすごいなんか短い1メーターとかそんなもんだった気がします。その時は、ね、初心者グループで行ったんですけども、まあ、女性もいたんですけど、荒川屋さんめちゃめちゃ丁寧できちんとあのやり方を教えてくれたりとか、あの釣れてなかったらあの中乗りさんがあの魚を分けてくれたりとかして、すごいね優しい船宿でしたね。なのであの釣りバタ的には荒川屋さんでアジ釣るのすごいおすすめです。あと荒川屋さんで釣った魚は併設されているサンドフィッシュっていう居酒屋さんで釣った魚をすぐにさばいてくれて、でその場でお酒も飲めるので会社の人たちはすっごい喜んでましたね。で駅からもそんなに遠くないんで結構最強な船宿だなって僕は思いました。おお。かかっても釣れない。勉強頑張ってきたのに。勉強頑張ってきたのに。釣れないし。行いはいいのにね。ピエン。釣りバタそれを横目に今がチャンスと叫んでいます。今がチャンス。この動画を見てくれている方の中にもしかしたら初心者さんもいるかもしれないので一応お伝えしておくと、アジって口がすごい柔らかいので早く巻いちゃったりとか合わせちゃったりとかするとすぐに口が裂けてバレる原因になってしまうんですよね。なのでアジがかかったら向こう合わせで大丈夫なので、合わせは入れないでゆっくりゆっくり巻いてあげると確実に釣れると思います。あとハリスと天秤の間にクッションを入れるのか入れない問題もあると思うんですよね、まあ、問題っていうとちょっと大げさかもしれないんですけど、入れるのか論争は多分あると思うんですよね。釣りバタの場合は、まあ、特に入れてないですね。最初の頃はあのすごい柔らかいクッションゴム入れてたんですけど、ゆっくり巻けばそんな口裂けないので普通になしで大丈夫かなと思ってます。大きくなった。ただこれってネギシワンとか横浜港とかどちらかというとこう堤防に近いところで味付けする時の話であって、栗浜とか浦賀とかあっちの方でやるときはそもそもイワシミンチじゃなくてオキアミでやるんですよ、ステンレス缶で。その時はクッションゴム入れてますね。で割と浦賀とか栗浜の味って型がいいんですよ。だいたい30センチオーバーとかなのでクッションは入れた方がいいと思ってます。デカダブルやん。そもそも浦賀とか栗浜方面っていうのは魚種がとても豊富でマダイとかもかかるんですよね。なのでアジ釣りのためにオキアミでステンレス缶でクッション入れてるってよりかはマダイとかもかかると思うからそのために備えてクッション入れてるっていうような感じです。来た。お、2匹だ。今回はアジの数釣りなのでなるべく1頭で2匹かけたいところなんですけども、
2匹の掛け方っていうのもあるんですよね。いわゆる縦掛けってやつなんですけども、縦掛けするときは1匹目がかかったときにすぐにあげちゃダメで、もう1匹食わせなければいけないんですよね。釣れ始めたときに上っ張りなのか下っ張りなのか、どっちによくかかっているのかっていうのをよく見ていただいて、かかっている方が上っ張りなのであればちょっと上に上げてあげる、で下っ張りによくかかっているときはちょっと下げてあげるみたいなコントロールをしてあげると縦掛けが狙えると思います。で今回ですね、急遽参加させていただいたので釣り旗のタックルがねないんですよね。持ってきてなくて全部借りました。自分のものかのように扱ってるんですけども、このロッドがですね、ダイワのライトゲームってやつですね。どの型番かちょっと見てないんですけど、あの程よく柔らかくてですね、こういったライトビシにすごい合ってるサウンドだなと思いました。反応もねすごい竿先で伝わってくるので分かりやすいなと思いました。マジ？キモさんジュニアもね釣れ始めてきてだいぶテンションが上がってきて、あ、よかったですね。最初思うように釣れなかったみたいでテンション下がってたんですけど、やっぱりあの釣れ始めるとね楽しいですよね。なのでプレジャーボート釣りの初心者さんとか、あの最近ボート買ったばかりでポイントがまだよくわかんないとかっていう視聴者さんはぜひね、あの釣り旗チャンネルを見ていただいてポイント全部載っけてるので、あのそれを参考にあのトライしてもらえるとすごい嬉しいなと思います。大量じゃないですか。エアポンプ買ったら意外と息がいい状態で持ち帰れるようになって来た来た来た、ゆうくん2匹釣れた。おお2匹じゃん。こっちもダブルです。やってもうとしちゃダブル。あげられない状態です。え、嘘。危な、落ちた。あじ、まあまあのサイズ。あやばいやばい、あやばい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 。やばい、バレる、危ない。ね、こませなしでも釣れんじゃない。おお、でかい。こませなくても釣れるよ。あ、来た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 。これがラスト1匹で、これの後に、まあ、船の上でお湯を沸かしてラーメンを食べて今日の釣りは終了になるんですけども、一体何匹釣れたんだろうな。これ対決と言いつつ自分が何匹釣ったのか途中から分かんなくなって、まあもともと罰ゲームとか用意してなかったんで勝敗はそんなに気にしてはなかったんですけど、企画としてちょっと良くないなと思ったんで次からカウント持っていくようにします。一応小さいアジもあのダメージがないやつはリリースしようと思って今選別中です。で大きいやつは持って帰る、で小さいやつはリリースしちゃおうと思ってます。まだあります。56、もうないね。はい、で全部で線虫56匹ということで、まあ、1時間ちょいぐらいの釣りだったんですけど、まあ、こんなに釣れるとは思わなかったですね。遊漁船もプレジャーボートもそうなんですけども、船長の操船技術でだいぶ釣果が変わってくるので、今回あのキモさんがずっと操船していただいて本当にありがたいなと思いました。そしてさらにあの釣り旗のためにお湯も沸かしていただいて、あの寒い中で釣りやってたんですごい、ね、あの体が温まって美味しく感じましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。それではまた海の上で会いましょう。またねー。